ダビデの詩編です。この詩編は折り句形式で書かれたダビデの経験とイスラエルの残りのものに対する将来の祝福の約束です。この詩編の一つ一つの節がヘブル語のアルファベットの一文字で始まっています。詩編37編には40節ありますから、二つの節ずつが一つのヘブル語のアルファベットの文字で始まっていることを意味します。例えばこの詩編の2つの節がアレフ、2つの節がベート、2つの節がギーメルで始まり、同じようにアルファベットの最後まで行きます。私たちが子供たちを教える方法です。A はアップルの A、B はベイビーの B、C はキャットの C などとなっていて、一つ一つにイラストがついていました。この詩編は同じような構成になっています。この詩編はしばしば誤用されますが、長きにわたり神様の民にとっての大きな祝福となってきました。詩編37編一節、悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。悪を行う者たちの繁栄はダビデを非常に煩わせました。詩編73編でもそのことが題材と主題とされていますし、旧約聖書の他の箇所でも示されています。なぜ神様は認めない人々が栄えるようになぜ神様を認めない人々が栄えるように見えるのでしょう。旧約聖書の中では神様はイスラエル人たちに地上での物質的な繁栄を約束されました。神様は今日の信者には同じことを約束されてはいません。私たちの希望は天国にあるのであって地上にあるのではないのです。でもイスラエルの希望はこの地上にありました。その時代の人は自分の周りを見回し、悪者が繁栄しているのを見ました。気の毒な正しい人が道を下ったところで苦労しているのに、悪者の畑は雨によって水を与えられて、生い茂っているのです。その理由を理解するのは難しいことでした。ダビデは詩編73編でアサフがたどり着いたように、いつの日にか悪者は草のように刈り取られる。彼らはもうすぐ草のように刈り取られ、緑の香り草のようにしおれるのだという結論に達しました。数年前、私の回収の中に神様がなぜヒットラーにあのようなことを許可されたのか理解できない人たちがいました。彼は第二次世界大戦でもう少しで勝つところだったのです。神様はなぜムッソリーニのような男に彼がしたことを許可されたのでしょう。この人たちは今日どこにいるのでしょう。神様に時間をあげてください。神様は悪者たちを取り扱われます。私たちが考える必要があるのは不正な者たちの最後についてです。もし今日周りを見回して悪者が繁栄しているのを見るのが気に障るなら、あなたの問題を解決するためにあなたにできることがいくつかあります。3節、主に信頼して善を行い、地に住み誠実を養え。これは神様のこの地上の人々に対する約束でした。神様は彼らに言われました。悪者たちのことは心配するな、私を信頼しなさい。そうすれば私があなたを世話するから。4節、主よ、己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。これはイスラエルのための約束ですが、今日の私たちにも当てはまります。神様があなたのビジネスを祝福してくださるかどうかは私にはわかりませんが、神様はもうすでにあなたを霊的に祝福してくださいました。そして神様はあなたが取り入れることのできるすべての霊的な祝福をあなたに降り注いでくださるのです。そして私たちが何をするべきかに注目してください。私たちは主を己の喜びとするべきなのです。さて、その他にも私たちにできることがあります。5節、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。あなたの道を主に委ねよと書かれています。多くのクリスチャンは神様を批判し、神様の非を見つけ出します。彼らは自分の道を主に委ねていないのです。主に信頼せよ、主が成し遂げてくださるのです。神様に時間をあげてください。神様はあなたの人生の問題を解決してくださるのです。神様は良い方です。異教の神の概念は恐ろしい存在です。彼らの偶像は、醜く恐ろしいものです。多くのクリスチャンも神様をそのように見ています。彼らは神様を今にも食ってかかろうとしている悪党のように思っています。神様は決してそんなことはなさいません。神様はあなたの友なる方なのです。あなたを愛しておられるのです。あなたを救いたいと願っておられます。でもあなたは自分の道を主に委ねなければなりません。7節、主の前に静まり、耐え忍んで主を待て、己の道の栄える者に対して悪意を遂げようとする者に対して腹を立てるな。ここにもう一つすることがあります。主の前に静まり、耐え忍んで主を待てということです。なんと素晴らしいことでしょう。悪者が栄えるとき、苛立ってはいけません。不正な者が邪悪な計画を通そうとするとき、そのことに心を乱されてはなりません。そのことについて苛立つのはやめなさい。8節、怒ることをやめ、憤りを捨てよ、腹を立てるな、それはただ悪への道だ。怒ることをやめ、癇癪を起こすことをやめなさい。もしあなたが悪を行ったなら、自分はうまくやり通せるなどと思わないでください。もしあなたが神様の子供なのに悪を何とかやり通せようとするのなら、あなたは深い問題の中にいることがわかります。9
9節、悪を行う者は断ち切られる。しかし死を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。神様は死を待ち望む者が将来地を受け継ぐように取り計られます。悪者は断ち切られるのです。11節、しかし貧しい人は地を受け継ごう。また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。しかし柔和な人は地を受け継ごう。また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。いつの日にか柔和な人は地を受け継ぎます。神様がご自分の民をこの地上に置かれるときにその日が来ます。私は説教者が次のように言うのを聞きました。神様はあまりにも大勢の人をお救いになるので、この地上には十分な場所がなくなるのです。そこで神様は溢れた人たちを何とかするために天国を作られました。天国は溢れ出た人々のためではありません。天国は教会のためです。イスラエルが地を受け継ぐのです。あのような意見を述べるということは、あの説教者は絶望的に神様の目的を混乱させたのです。14節、悪者どもは剣を抜き、弓を張った悩む者、貧しい者を打ち倒し、行いの正しい者を切り殺すために。聖書はもし剣を取るなら、その人は剣によって滅びることになるということをはっきりさせています。20節、しかし悪者は滅びる。主の敵は脇場の青草のようだ。彼らは消え失せる。煙となって消え失せる。悪者は滅びます。彼らの繁栄を気にかけるのはおやめなさい。それは神様の専門であり、神様が取り扱われるのです。23節、人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。人の歩みは主によって確かにされる。つまり人の歩みは主によって岩である方の土台の上に立て上げられるということです。そしてその岩はキリストなのです。主はその人の道を喜ばれると書かれています。神様は今日あなたを喜んでおられるでしょうか。どうしたとしてもヨブに罪がないわけではありませんでしたが、神様はヨブを指し示すことがおできになりました。神様はヨブを喜ばれたのです。29節、正しい者は地を受け継ごう、そしてそこにいつまでも住み着こう。今節は神様がアブラハムとイスラエルの子らとに対してされた約束を守られるということを再度語っています。神様は彼らにこの地上の祝福を約束されました。神様はあなたや私にはそのような約束をされてはおられません。私たちはすべての霊的な祝福をもって祝福されています。もしあなたが神様は自分に地上の祝福を約束されたと信じておられるなら、あなたは混乱しているのです。多くのクリスチャンが物質的に祝福されているのは本当ですが、それは付加的な祝福です。そしてもし神様があなたをそのように祝福してくださっているのなら、あなたにはとても大きな責任があります。私は神様が彼らに使ってほしいと願っておられるようにお金を使っていない。お金持ちの生徒たちがいることを残念に思います。37から38節。まったき人に目を留め、すぐな人を見よ。平和の人には子孫ができる。しかし背く者は愛ともに滅ぼされる。悪者どもの子孫は断ち切られる。まったき人とは神様に信頼し、自分の救いを神様に頼る人のことです。正しい人の終わりは平和です。神様がそのように取り計らってくださいます。悪者どもの子孫は断ち切られる。背く者は滅ぼされ、悪者は断ち切られます。それを書き留めておいてください。引力の法則のようにこのことは確かです。この詩編38編は記念のためのダビデの賛歌と題され、後悔の詩編に分類されます。この詩編はダビデの告白であり、肉体の病気と関係があります。ダビデはとても具合が悪いのです。彼の体は衰弱しつつあります。この病気にかかったことの記録はありませんが、前に見たように彼は自分の癒しを神様に感謝していました。詩編38編1節、主よ、あなたの大きな怒りで私を責めないでください。あなたの激しい憤りで私を懲らしめないでください。深い苦悩の中にいるダビデは、神様に怒りのうちに自分を裁かないでくださいと祈ります。2節、あなたの矢が私の中に突き刺さり、あなたの手が私の上に激しく下ってきました。これは本物の罪の自覚です。3節、あなたの憤りのため、私の肉には完全なところがなく、私の罪のため、私の骨には健全なところがありません。ダビデの肉体的な病気は罪の結果でした。4節、私の咎が私の頭を超え、重荷のように私には重すぎるからです。あなたも私も重荷を負うことはできません。特に罪の重荷を負うことはできないのです。私たちはその重荷を神様にお渡ししなければなりません。5から8節、私の傷は悪臭を放ち、ただれました。それは私の愚かしさのためです。私は鏡、深くうなだれ、一日中嘆いて歩いています。私の腰は火傷で覆い尽くされ、私の肉には完全なところがありません。私は痺れ、砕き尽くされ、心の乱れのためにうめいています。
精神的な苦悩の後に彼の愚かさの結果としての病気が続きます。私が奉仕した最初の教会の改修にはお医者さんがいました。彼はある日私を自分のオフィスに呼んでこの詩篇を私に示しました。彼は言いました。ダビデは性病にかかっていたのだと信じている人たちが大勢いるのです。私は医学校でそのように教えられたけれど、それには同意しません。彼は私がどう思うかと尋ねました。私はそのような診断は私も受け入れないと彼に同意しました。この詩篇の予言的な局面を考えると、この詩篇を十字架上のキリストの状態を説明していると解釈する人たちもいます。キリストが私たちの罪を背負われたとき、主は同時に私たちの病も負われ、実際にご自分の体に人類のすべての病を引き受けられたというのです。それは真理ではありえません。なぜなら病気は罪の結果であり、主には罪は一つもなかったのです。主の誕生に関してルカの福音書1章35節にはこう書かれています。御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神のことを呼ばれます。主は神聖でした。罪の性質を持って生まれたのではないのです。キリストの地上での人生を父なる方はこう言われました。マルコの福音書1章11節。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。この地上でのご生涯の終わりに近づいたとき、主イエスは言われました。ヨハネの福音書8章46節。あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますか？イエス様は神聖で人を害することがなく、罪から完全に離れておられました。もし主に罪の結果としての病気があったのだったら、私たちの罪のために捧げられる、染みのない子羊である方にはなれなかったのです。キリストは十字架に行かれた時、神聖でした。キリストが十字架にかかれた最初の3時間に人間は最悪のことをしました。でも最後の3時間に神様は最善のことをなされ、キリストは世の罪を自分自身に引き受けられました。私たちは注意深くなる必要があります。キリストが引き受けられたのは世の罪でした。主が私たちの病を担われたという時、それは罪という病のことです。シモンペテロはこれを第1ペテロの手紙2章24節で確認しています。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。何から癒されたのでしょう？病気からでしょうか？違います。私たちは罪から癒されたのです。主は私たちの罪を十字架で負われ、私たちのために罪の問題を処理してくださったのです。主は病気の体を持っておられたのではありません。病気は罪の結果であり、主イエスキリストには罪はなかったのです。イエスキリストが十字架にかかれた時に病気を持っておられたというのはひどい冒涜的なことです。病気をしたことのある人は、この詩篇のダビデの気持ちがわかります。そして最初に偉大な医師である方、キリストのもとに自分のケースを持っていくのは適切なことです。そしてその後に自分が見つけることのできる最高のお医者さんの予約を取ってください。このことについて実際的になろうではありませんか。そのお医者さんがそう認めているかいないかに関わらず、お医者さんに与えられている全ての技術と知恵とは神様から来ているのです。